今治市別区町付近、今治市大見島、たたらスポーツ公園付近、尾道市、因島中野省庁、水群城入口バス停付近国道317号は、愛媛県松山市から同県今治市を経由して、広島県尾道市に至る一般国道である。四国側の松山市から瀬戸内海の島々を渡り、本州会場区間を含む、 一般道路の現道のほかに、本州四国連絡道路3路線のうちの1路線、尾道、今治ルートとして整備された並行する自動車、専用道路である西瀬戸自動車道は、国道317号の有料バイパス扱いである。来島海峡に架かる、来島海峡大橋は、世界初の三連吊り橋として知られる。一般国道の路線を指定する政令に基づく、奇襲点及び、 経過値は次の通り、起点の松山市役所前には四角柱型の国道7路線の奇襲点も兼ねた起点表が立つ。四国側にある今治市の山間部分はブラインドカーブも多くうねった片側1車線とは別に緩いカーブの片側1車線の新線が完成し安全性が向上した。同様の改良手法は国道56号や国道378号でも取られている。 なお、勝山交差点、この花町交差点間のわずかな、間は、この花町交差点で分岐する愛媛県道334号、松山川内線とともに、旧国道11号の一部となっている、富士のバイパス、松山市潮、谷町富士の長間延長600メートルのバイパスで、交通事故減少と時間短縮を目的に、 平成14年から工事を着手し、2006年11月22日に開通した。今治玉川バイパス、今治市玉川城、辰岡下から生倉川温泉入口交差点間の、山間部では2005年まで、急なカーブなどの線形不良区間が続いていたが、2002年から改良工事に着手し2005年に完成した。現在その区間の松山方面には、 都半車線が設けられている。また松山から今治方面に向かう際、直線の急な下り坂となっているが、下り坂直後に信号があるため注意が必要である。西瀬戸自動車道一般道路部の海場区間は、今治港下田水港や井口港垂水港など7区間にあるが、西瀬戸自動車道の開通によって、海場区間は事実上解消されている。 国道三十号の瀬戸を走るトと,とは異なり、島並街道は全区間を徒歩で歩くこともできることが道路の特徴であるが、国道三百十七号としての機能は自動車専用部のみで、歩行者用道路部は県道の指定となっている。来島海峡大橋主なトンネル主な橋道の駅二十四時間、交通量道路交通センサスより一部データを抜粋して作成し国、松山市には、 道後温泉があり、山を越えて、瀬戸内海へ出ると、国内有数のタオルの生産地で知られる、今治市の市街地である。今治から、瀬戸内海に浮かぶ馬島、大島、三木島、博多島、大三島、生口島、因島、向島と巡り渡って、本州の尾道市を走る、国道2号で終わり、国道路線の中でも最も多くの島を渡る、国道である。 独特の風情ある風景の美しさではよく知られる瀬戸内海とその島々は瀬戸内海国立公園内の観光地でもあり、島ごとに温泉や道の駅なども点在する陰津トンネルに関するカテゴリー。ありがとうございます。